そうだ、思い切ってこう、思い切ってホームラン50本打つんだろう。そうだ、今のタイミング。王選手が死に物狂いの特訓の末に新たな打撃法を編み出したのは入団4年目のこと。一本足打法によって王選手は世界のホームラン王に向けて走り出したのです。養護学校でラジオにかじりついて巨人戦を聞いていた久保田先生と子供たちは、王選手がホームランを打つたびに欠かさず応援の手紙を出しました。その手紙は現役引退の日まで書き続けられたのです。